今回はハイエースデラックスを変身させる方法3選、カスタム好きにはたまらない車というテーマでお送りさせていただきます。デラックスとはグレードの種類なんですけれども、このような形で商用車っぽいような作りになってます。荷物を運ぶことに特化した車ということで、装備を最大限省いた車両になります。このような感じでシートがベンチシートで簡易的になっていたり、後ろから見た感じもこんな簡素な感じになってしまっているため、安くそして好きなカスタムを追加できるというポジティブな面があります。これを見るとどうしてもね、もう完全所有者だというようなイメージが、多い方が、多数だと思うんですけれども、こういったねメリットを最大限活かせる車なのかなというふうに思います。次にスーパー GL、これもグレードの種類なんですけれども、スーパー GL はこのようなかっこいい感じですね。もう最初から完成されているねインテリア、エクスタリア感がかなりアップしたような乗用車を意識した車になります。オートエアコン、シート、この内張りというのがもう完全にね常備されていて、もうこう見た感じね、一般的な乗用車、ミニバンに近いような感じの車になっています。中もこうスマートキーだったりとか、タッチでね鍵を開けれたりとか、もちろん今では当たり前なオートエアコンもそうです。さっき言ったデラックスはこういった機能が全て排除されている、ほんとシンプルイズベストな車になっていますね。ベストかどうかはちょっと本人次第ではあるんですけれども、その金額差というのは約50万円ということで、この50万円っていうのは結構大きいかなというふうに考えております。でその50万円でハイエースデラックスを変えていこうというのが狙いで、中古のデラックスを買うのを特にお勧めします。スーパー GL の中古市場はすごく高く、そもそも高いのでやっぱり人気なんですよね。中古で買うぐらいならもう新車買った方がいいんじゃないかというぐらい、値段が、かなり高騰化してます。なので私のおすすめとしては、安めのデラックスを購入し、その後がっちりカスタムしていこうと、そういうちょっと荒削りなね作戦を練って購入しました。早速じゃあ本題に入っていきたいんですけれども、おすすめのカスタムとしてはもうこれハイエースデラックスなんですけども、外見からしてもかなり違いますよね。まずは全塗装をおすすめします。いきなり全塗装かよと思われがちなんですけれども、これも視覚的な問題なんですが、全塗装することで一気に雰囲気が変わるんですね。商用車感からもう今流行りのリノカっぽいような感じで、全塗装ね、今安いところだったら2、30万ぐらいでやってくれるところもありますから、塗装技術が高く、なおかつね自分の好みの色にしてくれる業者を探して選ぶというのをものすごく、おすすめしています。その2ですね、カスタム2つ目はタイヤとホイールになります。ちょっと今見えにくいんですけれども、こんな感じで、ホイールとタイヤ変えてます。輸出ホイールタイヤに、今流行りのホワイトラインのタイヤを履いてるという感じで、このタイヤを変える、ホイールを変えるというだけでガラッとこの車っていうのは変わります。もともと僕もタイヤホイールそんなに好きな方ではなかったんですけれども、やっぱりこう車をね見た目で変えるっていうにはかなりいい作戦かなと思って、こういったホイールタイヤをついている車両っていうのを購入しました。もうこのねタイヤホイールっていうのは特にねハイエース界隈ではものすごくいろんな種類が出てますので、自分に合った、いいなって思ったタイヤホイールを選ぶっていうのもものすごくね楽しいと思います。そして3つ目最後です。意外なところこのエンブレムですね。ハイエースのこうトヨタのカタカナエンブレムっていうのがなかなかないんですけれども、僕はすごく気に入ってて、結構ね可愛いねって言われたりとかしますね。このエンブレムを変えるというのが、コスパかなりいいです。このエンブレム自体多分 2,3,000円ぐらいで、オークションとかメルカリとかやったら売ってますから、それを業者にお願いして取り替えてもらうだけでも綺麗にねパッと交換してもらえます。ただ最大限僕のおすすめとしては、お金があるのであればトヨタのローマ字エンブレムっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います。その場合ボンネットだったりとか、この
グリルであったりとかヘッドライト自体も一気に交換しなきゃいけない場合があるので、そういった感じでね、もう本当30万40万かけてさらにカスタムできると余裕ある方は、ここをトヨタエンブレムにしてヘッドライトを丸めにしてなんてね、それこそ先ほど言ったリノカみたいな形にするのもすごくかっこいいんじゃないかなというふうに思います。今キャンプブームですよね。空前のキャンプブームでものすごくこういったハイエース、家族も乗せれるし荷物も乗せれるしという形で、流行っています。そういったところで、特にねやっぱりハイエース高いよとか、かなり所有者感丸出しじゃんって思う方はこういったカスタムをしてみても、おすすめなんじゃないかなというふうに思います。まとめですね。安価で購入できるため安心感は最高に高いです。一から作り上げるこの DIY 感、そして唯一無二感が、ものすごく、気に入っていますし、特におすすめしたいポイントですね。最高のカーライフを、送れると思いますので、なかなかねこう踏み切れない方も多いかなと思いますし、参考にならないかなとも思うんですけれども、ちょっとこのねハイエースデラックスっていうのを最大限ちょっと皆様におすすめ、今後していきたいので、今度はね内装編なんかもやっていきたいなというふうに思っていますので、継続してチャンネル登録、ご視聴の方いただけますととても嬉しいです。では今回は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。